こんにちは、劇花の古谷です。今日はザザン、なんと寄せ植え、寄せ植えなんですけども、ペットの埋葬ですね。まあうちの可愛い犬がですね死にまして、まあもう2年ぐらい経つのかな、これをですねこの鉢の中に入れていつでも会いに来てくれるというね、ペットが死ぬたんびに僕が作っているペット葬をお見せしたいと思います。一応ノーカットでねやっていきますので、まあ、寄せ植えのレクチャーっていうこともちょっとね挟みつつやっていきたいと思います。用意したお花なんですけども、まずちょっと水枯れしてますけどルドベキアで、日々草のフェアリースターで、ポーチュラカ、アンゲロニアにブルーサルビアということで、どれも乾きに強い植物で揃えてみました。で寄せ植え基本的にですね相性とかいろいろあるんですけども、まあ、切り花感覚でなんとなくワンシーズン育てばいいかなっていう感じで、皆さんも楽しまれていければいいかなというふうに思います。まあ、それよりもですね、植え方、あとですねこの大きいね陶器の鉢を使った場合、これ素焼きに色を塗ったものですけども、まずこれに植えていきます。で土はね膨らむ培養土、昨日作っておきました。ということでやっていきたいと思います。まずですねこの鉢底に穴があるんですけども、穴が非常に小さくて水はけが悪いので、これはどんな土を使う場合でも鉢底石を入れます。で鉢底石もザラザラ出てっちゃうので、このね、ネットをこの下に置いて、始めていきたいと思います。でこのネットの役割なんですけども、今石がね、下に落ちないのと、あとは下からの虫の侵入を防ぐという意味合いもあります。で、鉢底石なんですが、まあ、こうやってねネットの中に入っているものがあれば一番いいんですけども、まあ、ザザザと引いていただくと、そうするとですね、ここの断面自体がもうね穴が開いてるのと同じ状態になるので、しっかりと水はけが良くなります。そして土をですね軽めに入れて、でまだここは通常ですね元肥を入れるんですけども、ペット層なのでここにペットのお骨を入れていきたいと思います。まあ、ザザーって入れちゃいますけどね。これで、愛しいペットちゃんとずっと一緒の植木鉢で毎年ちょっとほぐしちゃいますけどね、会いに来てくれると、花が咲くたびに会いに来てくれるみたいな感じになります。では、実際に土を入れていきまして、そこに元肥を入れますのでちょっと待ってくださいね。まあ、実際肥料なんかでも骨粉っていうのがありますけども、まあ、その役割もしてくれるので栄養たっぷりの土になってくれるかと思います。もうちょいかな。で仮置きをするんですけども、もうちょっとかな。土ってね水を含むとシューッと馴染んで下に沈むので、ちょっと多めぐらいに入れていただいて、そこにですねこちらプロが使う基本肥料、これを元肥として入れます。まあ、これだいたい10号の鉢なので、ティースプーンでいうと4杯ぐらい、一握りの半分ぐらい、これぐらいねこう撒いていただいて、でよく混ぜます。この時に下に引いた骨が上がってこないようにしないといけないので、そこそこな感じでねこうまんべんなく混ぜていただいて、であと仮置きします。ポーチュラカは前にしだれるので内側、日々草は横に広がるので、まあ、この辺かな。でルドベキアがまあ結構後ろに背が高くなるのでアンゲロニアと共に入れまして、ブルーサルビアがこの辺かなっていう、こんなイメージで作っていきたいと思います。まあねここ青青で被るんで、こういう風にしてもらってもちょっとコントラストが出ていいかなっていう風に思います。では早速植えていきましょう。
もうとてもね、寄せ植えって作るの簡単なんですけど、長持ちさせようと思うと非常に難しいので、長持ちはあんま関係なくやっていきたいと思います。根っこチェックですけども、根がガンガン回ってるじゃないですか、ルドベキア。でルドベキアめちゃくちゃ根を張るので、一回り根っこをですね崩していただいて、で、上の方まで張ってるので上の方も少し崩します。ルドベキアはもうね、根っこをガンガン崩して大丈夫なお花なので、どんどん崩していきます。で今水枯れしてますけど、これ水枯れに非常に強いので、骨をねしっかりとほぐしてもまたしっかりと水が上がってくれるので、ちょっともうちょい多めに崩しますかね。しっかり根を張ってもらえるように、まあ、こんな感じで置きます。で次アンゲロ、アンゲロもまあまあこれぐらいだったら根っこそこそこ張ってますけども、まあ、ちょっと崩していただいて横に植えると。でブルーサルビア、これもね、動画で説明したブルーサルビアなんですけど、栄養系のね非常にいいものなんで、枯れた葉っぱがあれば取って、で、ね、植える時にまっすぐ植えるのもいいんですけど、ちょっと斜めに植えてやると横にこうね広がってってくれるんでいいかなと思います。で日々草のフェアリーアイ、フェアリースターか、これ結構根っこ回ってますね。いい土も使ってます。でちょっとほぐしますよ。ほぐした時の土入って大丈夫なのってよく今、まあ細かいこと気にしなくてそのまま楽しめればいいかなと思います。で肩も少し崩します。で日々草は深植えしないことが一番ベストなので、ちょっと土を足してからこの辺に入れていただくと。でペチュニア、ペチュニア違うポーチュラカ、ポーチュラカこれピンチしてから植えた方がいいんですけど、よいしょ、根がねあんま張ってない、張ってないのでちょっとだけここほぐして植えます。ポーチュラカは広がるので大きめのスペースを取って、で、この間をですね、そこそこ均等に開けていただいて、この隙間を埋めていくと、土でもうざっくりで結構です。土がね水をくれると馴染みますから、間に入っていくと。で、そんなにね細かい寄せ植えではないので、土と土の間を割り箸で突っ込むっていう動画がよくあると思うんですけど、細かい寄せ植えに関してはそれが一番いいと思いますが、まあこういうざっくりとした寄せ植えであれば割り箸なくても全然 OK。 ちょっとね土をね多めに入れとくといいですよ。土は沈むので。で乾きに強い組み合わせっていうことで植えてますので、水はけがやっぱりね命になってきます。水はけ悪いと蒸れたりとかしますので、水はけのいい土を使うっていうことがポイントですね。でこの段階でウォータースペースって言って、水をねあげた時にこの段1段ね、少し開けといてください。まあ、これぐらいで大丈夫、これぐらいで。で土沈むんで1ヶ月も経つとちょっと高さが変わってきちゃいますから、それを計算した上でのウォータースペースを入れてあげると。基本僕ね寄せ植えあんまりやんないんですけど、このペット層だけは寄せ植えを作ることがあります。で、風が強いんでねちょっと風の音が入ってたら申し訳ないです。でギュッギュッと少し端だけ詰めてやって、いろんなものが転がっていくんですけどね、気にしないで見てください。はい、ということで、完成です。寄せ植えできました。これが1ヶ月後2ヶ月後大きく育ってくれて、今ちょうどね6月なんで
まあ、夏のね寄せ植えっていう感じで作ってみました。でここからですねまた花を切ったりとかしながら、育てていけばいいですね。で、日陰にですね2週間、もしくは東向きの場所に2週間置いてください。いきなり日向に出すとしおれたりします。根っこもいじってるんで。なので、2週間東側に置いて、でその後南向きに持ってくると。で南向きに持ってくるときに、プロが使う基本ですよ。これをまた一握りぐらい周りにバラバラっと上げていただく。それを追肥と言います。でその後ですね先マックス、今ここに手元にないですけども適肥の方を与えていただくことによって、これ自体がさらに花がたくさん咲いてくるというような形で、見ていただくことができます。最後に裏技おまけみたいな感じでねちょっとお話ししたいと思うのが、これ寄せ植え全部植え切るじゃないですか。で植え終わった後にお水をたっぷりあげますよね。でお水をたっぷりあげるんですけど、そのお水の中に激緑剤をちょっと濃いめに入れてたっぷり水やりをするんですよ。でたっぷり水やりをすると、バキッとこのような感じで水がしっかりと上がってくれます。でなんで激緑剤がいいかっていうと、これ根っこを崩して植えてますよね。で根っこを崩すっていうのは、植物にとっては大手術なんですよ。で大手術の時にちゃんと活力剤を入れてあげることによって、しっかりと生育が促されるっていう感じなんですね。であと、うちのワンコの骨を下の方に入れてますけど、これね、実は市販で売られている肥料と同じ成分が入っています。コップンっていう肥料があるんですけども、リン酸分、花を咲かせる成分が多いものの一つなんですね。なので、ワンコの骨が肥料となって花もしっかり咲かせてくれるっていう感じになりますので、ぜひ皆さんお試しいただけるといいかなっていうふうに思います。で、これ全部一年草でまとめたんですけど、これ冬になったら枯れます。冬になったら抜いてもらって、またパンジーとかビオラとかね、また植えてもらってやってもらったらいいと思います。じゃあ土どうすんのっていう話になるんですけど、そこは土を捨てずに済むようしっかりと月に2回ぐらい使っていただくことによって、土を変えずにも、ずっといけるっていう感じの寄せ植えでした。ということで、ここまでのお話の中で分かりづらかった点とか、あとはもうちょっと深掘りして聞いてみたいなっていう点がありましたらば、ぜひ LINE の方で直接僕の方にメッセージを送ってください。登録簡単、概要欄のところに、LINE のリンクが貼ってありますので、そこからポチッと押していただけると登録完了、メッセージが送れるようになります。あとね、この動画見ていただいて役に立ったとか面白かったっていうことであれば、ぜひ、高評価もね、グッドマークを押していただければと思います。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。このような形で僕もね毎日動画を発信してますので、もし園芸上手になりたいとか寄せ植え上手になりたいとかね、もっと知識を深めたい、やり始めたばっかりで右も左も分かんないなんていう方は、ぜひチャンネル登録していただければと思います。ということで、寄せ植えね皆さんも、いいシーズンになってきましたので、ぜひ楽しんじゃってください。